きチャンネル。こんにちは。サバイバルポジション最終戦。はい。はい。今日が最後です。はい。はい。ちょっと日またいで。そうですね。はい、巨人とオリックスだけ取れなかったんですよね。はい。時間がオーバーでも。そう。ということでね。はい。今日巨人とオリックスですけども、はい、まずオリックスですね。はい。野手サバイバルポジションは、うん、セカンド、うん、まあでもほぼ危ないけどね。そうですね。セカンドも多分足立と太田が来そうだけなんだよ、はい、うん、多分この二遊間を紅林、足立、太田で、はい、多分競っていく感じなのかなっていうところと、うん、あとファーストね、ファーストが一番サバイバルポジション、はい、なんか T 岡田、うん、あと新外国人のバレラ、はい、でラベロ、うん、この外国人バレラとラベロですか。そうで、まあ、外野はね吉田、福田、杉本でまあまあほぼ固定、はい、で、サードの宗も固定でしょうね、うん、でキャッチャーは、まあ、若月か伏見の2人、はい、うん、で二遊間で足立、紅林、太田、うん、多分ここら辺で競い合うのかなっていう形で、はい、まあファーストだね。そうですね。ファースト DH 外国人選手のバレラとラベロがいるから、はい、ほぼほぼないね。ないですね。 T 岡田もいるし、だからもうその限られた人でのサバイバルで、はい、全くフリーポジションで、うん、全員が取りに行こうポジションないね。去年とかはだって吉田以外全部フリーボールだったからね。そうでしたね。それがまあ優勝したらね、うん、こうなっちゃうのよ、はい、基本的にはね、うん、まあ、外国人次第っていうのもあるけども、うん、まあでもね、まず層がそんなに厚くないんで、はい、そうセカンドプレーヤーたちの層を厚くできるかがまあ2連覇できるね、うん、一番の鍵かなっていうところだけども、はい、野手はほぼほぼないね。そうですね、まあ、うん、本当に強いて言うならファーストっていうぐらいと、ね、セカンドがどうなるかっていう、まあ、だから足立、太田、紅林で競うだけだから、はい、フリーポジションじゃないよね、うん、そうですね。でその、まあ、2年目のジンクスっていうところもオリックスは危惧してるらしくて、だから渡辺、野口っていう2人の野手を取って、はい、そこをうまくカバーできるようにっていうドラフト戦略でもあるから、はい、あとやっぱ層が薄いってチーム関係者も言ってたんで、うん、そこら辺はドラフト戦略含めて厚みにしていきたい、うん、あとはやっぱ外国人の2人がどこまで活躍できるかだけども、はい、野手はないね、うんうん、ほぼ新しい人が入れる余裕はあまりないですね。ないね、はい、でピッチャーは先発ね、山本、ね、田島、宮城、山崎颯一郎、山崎幸也、はい、で山岡投手、山岡、はい、でワゲスパック、はい、もういるのよ、うん、だから先発は空いてないね。全く空いてないですね。全く空いてない、はい、なんならもうその今、まあ、今挙げただけで7人いるので、うん、そこから誰がちゃんとローテーションに入るのか。山岡がリリーフっていう話もあるし、このヤゲスパックもリリーフできるからワゲスパック、うん、でビドルが でリリーフは、まあ、椋木、平野、はい、まあね後ろでしょ、うん、はい、で飛山で吉田亮、はい、でビドル、比嘉、まあ俺は海田とかもいいなとは思うんだけど、はい、あと山田、うん、漆原、はい、あれだね、リリーフの一枠をそのほぼ全員で争うだけだね。そうですね。だからもうサバイバルポジション リーフ1個だね。1個少ないですね。ちょっと少なくなっちゃったね。まあそうですね、ガラガラだったけどね。優勝したチームだけあって、まあ、レギュラーががっちり固まりましたね。だって、まあ、去年なんて、はい、多分ヤンボトゥ吉田以外、うん、全ポジションフリーポジションだったよ。そうですね、サバイバル、うん、それが、はい、今年現時点で、はい、リリーフ1つだけです。すごい1枠だって、先発もなんか見るとみんな若いじゃないですか。そうすごいチームですよね。なかなかよ、うん、みんな若い。そういったところでもね、新人で椋木、横山ね、うん、はい、とかあと荻田っていうところをね取ってきてんだよ、はい、ピッチャー3人ね、うん、で外国人も2人でしょ、はい、まあないね。ないですね、うん、その代わりよ、うん、その去年埋めた福田、杉本、はい、で宗、紅林とかがほぼ計算通りの活躍しなかったら、はい、まあ落ちるのも早いよ。そっか、だからそのセカンドポジションを集めにしないと落ちるのも早い、はい、2年目のジンクス落ちって、うん、そいつらが活躍ね、去年埋め切ったやつらが活躍しないと落ちるの一瞬だからね。そういった面ではちょっと危うさも感じるけど、はい、今のところサバイバルポジションはリリーフの一つです。そうですね、まあ、はい、ほぼほぼ開幕のなんかメンツは決まってるような感じはしますね。そうだね、もう決まってんねこれはね。さあ続いて、はい、最後巨人、はい、巨人はですね、サバイバルポジションがまあファースト、うん、で多分ねセカンドなんか話いろいろ聞いてると、はい、吉川も安泰じゃないらしいの。そうなんでも去年も結構変わったりしてましたもんね。そうあと怪我があったからね、うん、ファーストセカンドで外野がボランコとウォーカーがいるのよ、はい、だから松原も安泰じゃないらしいのよ。そうですね、うん、で下手したら、うん丸も、はい、ちょこちょこしてると、はい、ボランコウォーカー松原パターンあるからね。何気に、はい、ファーストセカンド、うん、外野こう誰が本当にちゃんとこうスタメンになっていくのかってまだ見えないですね、うん、まあ丸がね、うん、最有力だけども、はい、安泰じゃないね。そうですね、うんうん、でもまあ松原丸勝谷、うん、ボランコウォーカー、まあ、この中誰かだね。そうですね、まあ、ボランコウォーカーさんがどれだけ活躍するかっていうのはまだ見えないですからね。そう、うん、でもまあでファーストは中田を使いたいらしいのよ感じ的に、はい、でもまあまあ確定じゃないよね、うんうん、坂本岡本決定、はい、でキャッチャー大城小林、うん、で決定、はい、でボランコウォーカーはまあ使うよね、まあ、最初は使いますよね。取ってきたんだからね、うん、だからファーストセカンドだねサバイバルは。あとまあ決まってそうなその外野誰になるのか、まあ丸か松原だよ、うん、どっちかでボランコウォーカー、はい、だからファーストとセカンドだね。そうですね、だからセカンドに吉川とかね、うん、まあ若林もそうだし、はい、そういったところでねファーストだと中田選手のほかに中地ね。ああそうだ、うん、中島選手、はい、あとウルトラシード大城がファースト来るっていうのもねひょっとしたらあるかもわかんないし、で若林もファーストできるしね。そっか、うん、じゃあと秋広もいるしね。そうですね、うん、出てきてほしいな。そういったところではまあファーストとセカンドだね、うんうん、サバイバルポジションは、はい、であとピッチャーね、はい、ピッチャーは菅野ね、はい、先発は、はい、で戸郷、うん、山口ね、はい、アンドリースね新外国人のアンドリース投手、うん、でもう一人外国人最近取ったよね。あそうですか。確かショーメーカー14年ア・リーグ最高勝率、へー35歳、結構ベテランだ、うん、もう取ってるからね、はい、であとは高橋ね、うん、でそれでほぼほぼ、まあ、あとは巨人はね外国人問題があって、で他にデラロサ・ビエーラウィーラーもいます、でウィーラー、うん、でメルセデス、うん、っていうところもいるんで結構いますね。まあでもボランコとウォーカーは絶対使うと思うんで、はい、でウィーラーが控え、はい、でピッチャーはデラロサ・スワレス、うん、ここにアンドリースか、はい、ショーメーカー、うん、っていうのを多分入れてくると思うから、はい、まあそういったところではピッチャーがねもし先発外国人2人入ったら、うん、菅野、戸郷、高橋、山口で埋まっちゃうね。埋まりますね、うん、だから何気にそんな先発、まあ、外国人次第でだから1個だね1個先発1つ、うん、リリーフがビエーラ、はいデラロサ入ったら中川でしょ、はい、畑とか鍵谷とか大江とか大江、高梨、ピッチャーはもう両方で1個だね。そうですね、枠ないですねあんまり。いやいるのよ数はねいますね。でそこそこ1軍でいけるのもいるからね、そういったところではないね。はい、だからピッチャー1個だ。まあ外国人がデラロサ、ビエーラ、アンドリュース、シューメーカー、シューメーカー、アンドリースでビエーラ、デラロサ、ボランコ、ウォーカー、ウィーラー、うん、この7人の外国人選手をどうやって使うかによって、はい、野手もピッチャーもちょっと枠が変わるね、うん、はい、ボランコ、ウォーカーは絶対使うと思うんだよ。最初は使いますよね、うん、でビエーラ、デラロサでアンドリースかシューメーカーをどうするかだね、うん、だから先発2人にしてリリーフ1人にするのかリリーフ2人にして先発1人にするのかっていうところによるんだけども、まあ、多分下手したら最初このシューメーカーがどれだけの状態で来るか分かんないけども、はい、まあ最初は途中からの多分入ったと思うけども先発2人にするんじゃないのかなっていうところでね、もう先発2人にしたらリリーフ1枠ぐらいあるかも分かんない、うん、だから先発リリーフで1個、はい、ファーストセカンドだね。はい、うわあんまないですね。そうだね、うん、でもやっぱね3位からの逆襲していかなきゃいけないっていうところと、はい、まああとやっぱり中谷のファーストかかってると思うよ。そうだ、中田選手にとってはものすごい勝負ですよね。そうそうそう、ね、何気にここうまくはまればね、うん、一気に打線が活性化されるんで、はい、あとは外国人含めた外野をどうするのか松原どうするのかっていうところがね、うん、非常に気になるけども、まあ、サバイバルはそんな感じかな、はい、すごいですね。レギュラー平均年俸が2億7578万ってすごいですね。それだって菅野が6億だからね。あ、そっか。菅野坂本で12億だから。一応この予定だとボラン丸で4億5,000万だよ。わお。だからこの2人で16億だから。すごい。だから他がね、そこは真ん中が上げてるからね。他の球団だって何千万みたいなところも。だって6億とかいないからね。そうですね。さあということでね。はい、まあサバイバルのね、誰が勝ち抜いてどういう開幕スタメンのね選手になるのか、開幕ね待ち遠しいですね。楽しみですね。はい。